その修正剤とプレカットは多分こうかなり連動するものかもしれませんけれど、まあ、今はあの自然剤のものでも、ほとんどの木材加工が可能になって、まあ、相当複雑なあの仕口なども全部機械で、特にそういう日本はその辺はまた、優れているので、あの数値コントロールをされたあの細かい精度の高いというものでできるわけですけど、まあ、そこもですね、木はそういう意味では水を含んで、膨らむとき、あるいは合成だってだんだん乾いていくことによって変わってくる、そういったものがあの使っているうちにどうなるかということを、まあ、見込んで、組み立てるというような技は、やはりその木の性質を知っていて経験を重ねた人でないとできないわけで、まあ、それがどこまで必要かっていう話も一方にあるかというふうには思います。まあ、そういう意味で、まあ、プレカットが非常に、浸透していて、あの多くの製材所で、で細かいそのプレカットができるようになったと思いますけど、その桁をするとまさにそのコンピューターの構造計算と同じでですね、まあ、指示だけやれば切ってはくれる、だけどそれが本当に合理的なのかどうかも分からずに作ってるみたいなことに、なっていってる面があるとしたら非常に、まずいなとかいうふうに思いました。自分でこう刻んで自分でその組み立てている人はやっぱり中身が分かっているわけですから、まあ、そういうものをどうやってこう伝えていくかということではないかと思います。であと、まあ利用者から見た話ですと、やっぱり林産業そのものがなかなかその成り立たなくなっていて、それは山を持っていても十分手入れができないといういろいろな問題がありますが、この国土交通省の中で、農林水産省と一緒になって木の家づくりから林業再生を考える委員会というのが、まあ、2年少々議論を重ねて、まあ、これは検索していただければそこでの資料とか議事録とか全部出てますけれども、まあ、そういうところで単に木材になって、どうやってこう建築主が伝統木造を生かしていきたいなと思うかという話と同時に、その木をどうやって育てて、回して全体をどう回していくのかという視点も必要だということを、まあ、テーマに挙げたわけです。でこれで少し思いましたのは、このコラプスという本、これは文明崩壊という題で訳本が出てるかと思うんです。お読みになった方もいらっしゃるかと思いますが、この本の中で割と詳細に徳川時代に、トップダウンで日本全体の林業から末端までですね、全部コントロールをして、非常にこうサステナブルな形で、いわゆる今の持続可能な形で木を使ったという話が紹介されていました。で、まあ、これは特に、まあこの徳川の前っていうのはお城を作るっていうことになると一つ山の木が全部なくなってしまうとか、まあ、そういう割と大変な状況があって、である程度落ち着いた時に、まあ、江戸でその明暦の大火があって江戸が全部燃えてしまう、そうするとその木調達するっていうことになるとまた木が山が全部木がなくなってしまう、まあ、そのぐらい基本的には全部その木でしか家はなかったわけですね。で、まあ、そういう中で幕府がまあほとんどっていうか半分ぐらい持ってましたって書いてありましたかね。で、まあ、その将軍幕府とそれからまあ大名がそれぞれ木を持ってるわけですが、そのあたりが非常に詳しく、それこそ軽井沢周辺のまあ相当広い範囲の何千本という木の種類と長さといつ使えるとかですね、そういうことが全部こう記録に残って管理されていたようです。それから勝手にまあ変なとこ持っていかないように街道とか川には必ず監視人がいて運搬を取り締まるとか、から家も要するに身分に応じてどのくらいの大きさの家というのが決まっていて、まあ、非常にこう安定した形で の, そのコントロールがされていたというような紹介がありました。で、まあ、最後にこの文明という文明崩壊の本の基本テーマは文明の滅びる5つの理由というのがあって、
まあ、これは非常にたくさんいろんな国、まあ、一番有名なのがイースター島なんですけれども、あのノルウェーの移民がそのエスキモーの中で部落に生きていけなくて滅んじゃったとか、まあ、いろんな滅んだ例が紹介されているんですが、もちろん、まあ、戦争とかですね、友好国があの島で、今まではあの貿易で連携できてたのができなくなっちゃうとか、いろいろあって、その中の一つに、まあ、ルールを盲信して、あのルールもうこんなことしてたら滅んじゃうと言いながらもルールを守り続ける。でその典型的な例がそのイースター島で、その王様が亡くなったら大きな巨石の墓を作る。でそのために大量の木を伐採して、多くの人がそのためだけに働いてということで基本的に滅んでしまったと、あんな大きな石で墓を作らなければ、滅ばなかったかもしれないとかですね。だからまあノルウェーの、その移民で北の、グリーンランドかヨーロッパ側ですかね、もうあの結局、海の海産物は食べない、肉しか食べないみたいなことにこだわったがために、結局食べるものがなくなって滅んでしまったと。だから、まあ、もちろんルールだけじゃなくて、あの気候変動とかその自分たちの環境破壊も連動はしてるんですけれども、まあ、そこでルールを臨機応変にあの状況に合わせて変えていかないと、極端な場合は国も滅んでしまうというようなことで、まあ、建築基準法に従ってたら日本が滅ぶとは言いませんけれども、もう少しそのルールというものは考えた方がいいというようなことで、あの私の最初の話題提起を倍話してしまいました。すみません。ありがとうございました。